こんにちは、渚の狼ボーイです。お昼になりました。渚の狼ボーイです。本日もよろしくお願いします。はい。今日は白島のポプラでお弁当を買ってきました。今日はポプ弁です。よいしょ。先週も来た気がしますが、今日も無事寄ることができました。めっちゃいい香り。今千田町の現場の帰りで、そうで、昼までにドバに間に合わんのでここでお弁当買いました。いやー、めっちゃいい香り。久々ですね、唐揚げだけの弁当を初めて、あ、久しぶりですね。唐揚げメンチとかはね、よう通ったんですけど、最近もなんか唐揚げ8個にすればよかったかな。やっぱ前確かね、1回ね、俺唐揚げ8個のご飯特盛りにしたらもう腹パンパンになって苦しかったんですよ。すごい若干ちょっと気分悪くなったんで、いつも大盛りの5個にするんですけど、多分大盛りの8個なら普通に食べれると思う。はい、ちょっとこんな感じですね。うん、美味しそうな唐揚げちゃんが5個、5つ入ってます。はい、いただきます。ちょっと野菜からいただきます。うん、今街中通ってきたんですけど、この NHK があるんですよ、本社が、大きいビルが、あっこの前の方で、多分新社会人のね、お兄ちゃんらが5人ぐらい、そう、信号待ちしてました、横断歩道で。あ、これまだ多分ね、いろんなところから、各県からいろんな地方から集まって、多分入社迎えてまだ間もないんだろうなっていうような感じの微妙な距離感の、でもなんか気遣いながらお互いなんか笑顔で会話してるみたいな、そういった5人グループのスーツのお兄ちゃんたちを見ました。うん、うん、頑張って稼いでうまいもん食ってください。うん、
はい、ありがとう。はい、はい。これは新卒の OL さんだね。女の子がスーツ着て、リクルートスーツ着て歩いてますね。頑張ってね。5個でちょうどよかったわ。うん、5個がちょうどいい。美味しい部分が、はい、ということで本日はポプラの唐揚げ弁当ご飯大盛りをいただきました。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。